今回ですね、熊本県のお菓子で栗好きというですね、このお菓子食べてみようと思います。熊本和栗あん金製栗好きですね。はい。で、原材料のところには、栗、熊本県産、砂糖、ちょっとシールで隠れてるので、こっちの横にまだ何かあるかもしれませんけれども、まあ、栗と砂糖というふうになってますね。はい。で、有限会社、福田屋。 熊本県熊本市にあるお菓子屋さんのようです。はい、では、こちらの方を開けていこうと思います。中にはですね、ちょっと今半分に割っちゃったんですけども、こんな感じで、球状ですね、はい。チョコレートの丸,丸い感じの、一口大ぐらいのですね、感じ。これぐらいの大きさではい、こんな感じです。で、中をカットしてみると、まあ、栗が入ってるっていうんで、 あの大きめの栗が入ってるのかなと思ってカットしてみたんですけどもこれ見た感じですね細かく栗がですね砕かれていてこの中に入ってるようなそういう感じになってますはいこんな感じですねちょっと食べてみようと思いますうん そうですね。食べてみた感じ。栗をそのままペーストにして、それで、程よくですね、それほど甘すぎない砂糖の使い方の感じがすごくいいなっていう感じですね。すっきり食べれて。で、食べた感じも滑らかでいいんですけども、ちょっとですね、このつぶつぶ感、中にあるのがわかると思うんですけども、少しだけ。 つつぶぶ感があって、これもままたいいいと思います、うん。緑茶とかですね、うん、すごくよく合いそうですねはい栗の風味もいいのではいあの甘栗みたいな感じではなくて本当にこう栗ですねそのままの感じでうんそれほど甘みも強くなくて程よいこの栗の香りでいいですはい 栗好きな方はですねこれちょっと食べてみるといいんじゃないでしょうか緑茶にすごく合いそうだなっていう印象ですねうんはい大きさもこれぐらいの一口サイズなのでちょっと甘いもの食べたいなという時にいいと思います熊本県のお菓子のようですのでお菓子なので熊本県の方行った時にですねチェックしてみてください ちなみにですね箱の様子なんですけれども正面の具合がですねこのような感じで裏面がこんな感じの金色のデザインになっていますあとはですね原材料の部分もちょっとですね取っていますのでその部分気になる方は見てみてくださいそれと横から見た感じはこのような感じのデザインになっています それと動画で撮ったときにはですね、あのすでにカットしたような状態を出していたんですけれどもカットする前の感じのですね、状態はこのような感じで丸くなっています。